ここは長野県上田市。人口約15万人。周囲を山々に囲まれ、中央を千曲川が流れる自然豊かな町です。また真田氏が拠点を構えた土地でもあり、歴史や文化が今も息づいています。そして上田氏は2022年8月からジャパンサーチと連携し、2023年6月に上田市デジタルアーカイブポータルサイトをリニューアル公開しました。このサイトの横断検索はジャパンサーチの API を活用して作られています。上田市マルチメディア情報センター、上田市立博物館、上田市立美術館など市内の6つの機関が運営する7つのデータベースを1つに集約、所蔵する資料や文化財を横断的に検索できるシステムです。今回はこのポータルサイトの制作に関わった方々にお話を聞いてみました。ジャパンサーチの API を使ってみた上田市デジタルアーカイブポータルサイト。ここは上田市マルチメディア情報センター。ポータルサイトを作るにあたって中心となった機関です。1995年の開設後間もなくからこの場所でデジタルアーカイブのお仕事をされている井戸義行さんにお話を聞きました。上田市マルチメディア情報センターでは、地域に残る写真ですとかフィルムですとかの映像をデジタル化して残していこうという活動を始めて、デジタルアーカイブ事業を開始しています。その後、博物館とか美術館の収蔵品のもの、あるいは市内にある文化財を写真データにして公開するといったような事業を進めています。まずはデジタルアーカイブの構築とジャパンサーチとの連携の歩みを教えてください。毎年1つとか2つホームページを作って公開をしてきたんですけれども、そのホームページが20とか30近くになってきていまして、で、これらをこう統合的に紹介をしたり、あるいは検索をしたりする、そういう仕組みが必要だなと感じて、でそういった時にジャパンサーチの構想を聞いて、連携機関になれば、そこで、こちらで考えているような総合的な検索、横断検索といったものが可能になるんじゃないかと思いまして、それで、ジャパンサーチの方に連携の、申し込みをしたという経緯です。ジャパンサーチの簡易ウェブ API を採用した理由は何だったのでしょう。以前に、ウェブパーツという、そちらの方はAPI よりも比較的専門的な知識がなくてもできる、私でもできるということで試してみたんですけれども、それだと、少しだけちょっと実現したい機能が足りないということがありましたので、それで、簡易ウェブ API を試してみようということになりました。API を利用するにあたり、どのような作業が発生しましたか。開発をしてくれる、民間の事業者さんなんですけども、の方に来ていただいて、このジャパンサーチの中の、開発者向けのページがありますので、それを紹介をして、あと私が実現したいことをちょっと絵に描いて、それをこう渡して、で、実現可能かどうかを検討してもらいました。できそうだということになりましたんで、正式に、依頼をして、でその後は検索結果のページを少し2回ほど修正をして、それで完成ということでした。その事業者さんは、上田市のデジタルアーカイブの仕事を以前にもやっていただいているので、比較的コミュニケーションがスムーズにいって、簡易ウェブ API 使えるというところからはあまりこう困ることもなくて、できました。完成までの期間はどれくらいだったのでしょう。ジャパンサーチとの連携がなった8月ですね。で9月にはその事業者さんに相談をしました。でポータルサイトの公開が翌年の6月ですので、だいたい9ヶ月かかりました。ここでポータルサイトの連携機関の方々にもお話を聞いてみました。
今はそのジャパンサーチと連携している美術館のコレクションは、大きく2つありまして、一つは上田市立美術館の一番重要な作家である洋画家で版画家であって山本かなえという作家さんの、作品群ですね。それからもう一つは、上田出身でアメリカに渡った、商業写真家のハリー・ケイ・シゲタ、その両方が主な柱になっているところですね。ジャパンサーチと連携ということに関しては、マルチメディア情報センターからそういうお話がありまして、まあ、多くの方に見ていただくことができるということと、まあ、もう一つは海外の方なんかにも、まあ、検索して、まあ、アクセスしていただくこともできるということで、特にその美術館ですと展示していない時には見られないわけですよね。収蔵庫に入ってますので、そういう時に果たしてこの美術館のどういう作品とか資料があるんだろうかということを見ていただくには、そういうところにこう連携していただけるのであれば、これは美術館としては願ったり叶ったりということで、参加させていただいたということでしょうかね。当館は上田城跡公園の施設内に位置しておりますので、上田城、そしてまた上田の歴代藩主に関係する資料、こういったものを中心に郷土史、それから美術工芸、それから民族、自然と、こういったカテゴリーを分類したデータを元にいたしまして、もちろん国、県、それから上田市などが指定する文化財、こういったものも含めたデータベース、これを当館の収録コレクションとして今回ジャパンサーチさんと連携をさせていただきました。連携の作業につきましては、当市のマルチメディア情報センターの方でご協力をいただきまして、ほとんどやっていただいたような状況でございます。まあ、そういった点では技術的な難しさとかそういったものはなかったんですが、一番はその館として元のデータとなる資料の写真、こういったものが準備が追いついてないなということが浮き彫りになりまして、この点については新しい課題が一つ増えたなというところでございます。 API を使った横断検索でどのような課題解決ができたのでしょうか。上田市のデジタルアーカイブで、どんなコンテンツがあるのかとか、あるいは、このコンテンツは例えばこの、古文書のデジタルデータはあるのかとか、いうような問いに答えられるようになったということですね。それまではそれぞれのホームページを一つずつ見て、まあ、場合によって全部見ないと何があるかは全部わからないというような状態でしたけれども、今は検索をすればあればヒットして、まあ、どのページにあるかっていうのは導入できるということで、そこがとても良かったと思います。美術館は持っていないもので、私が知らないものいっぱいあるんですよ。博物館だと10万点以上あって、私片っ端から知ってるわけじゃなくて、知らないものがほとんどですので、例えば刀とか鎧だとか、そういうものしかないのかなと思っていると、江戸時代の銅版画があったり浮世絵があったりして、あ、こういうものあるんだなということで、あ、じゃあこれまた何かの時にその、展覧会の中で紹介することができるかなとか、そんなふうに検索として使わせてもらってるっていうことはありますね。この冬から企画展をちょっと計画してまして、でその中でこう資料をいろいろと探してたんですけれども、なかなかいい資料ないねっていうことで、たまたまこういう検索の機会があったので、非常に嬉しいことにその資料をお借りして展示ができるようになりましたので、はい、その辺のところはちょっとありがたいなと思って。ジャパンサーチは連携データベースから集約したメタデータを API で提供しています。 API を使うとジャパンサーチ上のデータを使って新しいアプリを開発するなど、デジタルアーカイブをより一層活用することができます。利用は無料、申請も不要です。現在 API を活用したサービスには、カルチュラルジャパンや東京富士美術館の電子キャプション、青森県立図書館の電子展覧会での活用などがあります。改めて上田市のデジタルアーカイブを見て気づいたことはありますか。これまで同じテーマではあるんですけど、バラバラにやってきたことが
あります。例えば、博物館の絵図を、まあ、写真撮影してそれで、ホームページで公開するという事業 をやりました。で一方でその地図を使った講座みたいなものを、やっていることがあって、まあ、その、動画データもあります。であんまりこう2つを結びつけて考えたことはなかったんですけれども、まあ、検索をするとその両方がこう出てくるので、あこれとこれは同じテーマで、まあ、違う角度でやってたんだなというようなことがね、発見になったりしました。その他にもこう上田市っていろんな まあ、顔があるんですけども、でまあその一つ一つにやっぱりテーマを当ててやってきたんで、前から分かってはいたんですけども、改めてこう全体が見られるようになると、あこんなにいろいろな顔を持ってるんだなというふうに思いました。最後に今後取り組みたいことについて聞いてみました。マイギャラリーの中でですね、ぜひ小学生あるいは中学生、そういった皆さんに使っていただきたいなと思います。自分の興味ある資料をですね、検索して画面の中で集めて、まあ、いわゆる小さな企画展、こういったものを開催して、それをお友達とか先生とか、みんなと共有してね、見ることで歴史への興味、こういったものも非常に深くなると思いますし、まあ、何よりこの現存する資料、これをですね後世に残すといった、資料保存の意義についても自然と学べる、そんな機会があるんじゃないかなと、そんなふうに考えております。ちょっとお恥ずかしいことがあるんですが、その美術館 その美術品の管理台帳というのがなんとまだ Excel なんですね。それをなんとかこう移行していきたいなというふうに思ってるんですが、同時にその公開をやっぱり大事にしていきたいと思ってるんですね。特に写真のないものに関してですとか資料に関してはほとんど公開ができていないので、ここの美術館の持っている魅力に、まあ、せっかく魅力があるのにそれに気づいていただけないっていうところが非常にもったいないので、何かこう調べる上での便利ですとか、あるいはここの施設にが、まあ、宝物であるって言ったらいいんでしょうかね、そういうものであるっていうことをこう知っていただくための取り組みはしていきたいなというふうに思ってまして、それはもう実は毎年思ってるんです。毎年思ってるんですが、なかなかそこに十分人を割ききれないというのが、まあ、普段展覧会をこう次から次へとやっていく中で、もしかしたら魅力を長期的に発信するのにはアーカイブの方が大事なのかなというふうに思ってはいるんですよね。こうデジタルアーカイブの横断検索をやってみて、そこに全てが集約されているっていう状態がとてもこう利用者にとって利便性が高いものだなというふうに思いました。そのことから博物館とか美術館の収蔵品でまだデータベースに登録していないものがありますので、その、まあ、データをの登録を進めていきたいと思っています。それから民間の事業者さんとか大学とかで取り組んでいるデジタルアーカイブというのは、まあ、この地域にはいくつかありまして、でそういったものの成果も取り込んでいければいいかなと思って、まあ、今大学さんとは具体的に話を進めています。今回は上田市の皆さんによるジャパンサーチとの連携や API の活用を通じた課題解決の取り組みをご紹介しました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。ジャパンサーチは日本全国のさまざまな分野の連携デジタルアーカイブを横断検索できるプラットフォームです。API や連携についての詳細は概要欄からアクセス、またはお気軽にお問い合わせください。